皆さんこんにちは。ヨミチャンネルへようこそ。오늘은ロケパンチへ일본인メンバー高橋ジュリーへ대한영상을준비했는데요。얼마전에ジュリーが법령강황에출연했다고해서저도최근에영상을봤거든요。여러분도보셨나요？노래도정말잘하고무엇보다한국어발음이굉장히좋아서깜짝놀랐어요。저는솔직히원래주리를알고는있었지만그렇게많이관심이가는멤버는아니었어요。근데이번에그영상을보고나서아많이노력했구나라는모습이보여서다시봤어요。아시는분도많겠지만주리는원래일본에서어렸을때부터 AKB48 로데뷔를하고활동하던중에 Mnet 의프로듀스48라는오디션프로그램에참가하게되었어요。최종순위는16위로끝났지만그이후울림이라는회사랑계약을맺어 AKB48 를졸업하고한국에서재데뷔를한케이스예요。오늘은주리가일본의 NHK 에서방송된 The Human 이라는방송에출연했을때영상을준비했습니다。한국과일본양국에서활동한경험이있는주리가어떤차이가있는지그리고일본에서잘나갔던아이돌이왜한국에서재데뷔를결심했는지를이야기한내용입니다。설명이조금길어졌지만그러면같이보러가실게요。스타트。今この K-POP の舞台に多くの日本人女性が挑んでいる。求められるものの違い、完璧っていう印象ですかね。世界のミュージックシーンで存在感を増す K-POP、 その舞台で自分の実力を試したいという日本人女性たちが次々と現れています。去年デビューしたこちらの女性、実は日本にいた時は。みなさんこんにちは。 AKB48 チーム B 高橋ジュリです。 AKB48 の中心メンバーとして活躍した高橋ジュリさんです。はい、じゃあ、あー、選抜総選挙で11位を記録するなど、うん、高い人気を誇っていましたが、より成長できる環境を求め、うん、韓国に渡ったといいます。どうやったらもっと上に上がれるかってずっと考えて AKB に言い続けても自分は変わることができないって思ったので。ジュリさんが韓国で衝撃を受けたのがアイドルに対する認識の違いです。日本のアイドルはすごく親近感とか握手会とかが大事だったりするので、こう手の届くようなイメージだけど、その K-POP のアイドルはものすごく憧れの存在っていうか、ステージも本当に完璧だし、やっぱりなんかそういう面で求められるものの違いっていうのはすごく感じてましたね。日本にいた時とは比較にならないほど厳しいという歌とダンスのレッスン。これまでの実績は全く通用しませんでした。それでも自分の選択は正しかったと感じています。自分が一番人生で輝ける場所です。努力できる場所です。こう上手にできてるか上手にできてないとかは他の方々から見てたくさんいろんな意見があると思うしわからないんですけど、とにかく自分が努力をできるで楽しめる場所が韓国ですね。今韓国のステージです。ねえ、おっとじゃないよ。일본에서는트와이스가데뷔한이후그트와이스의일본인멤버들이한국에서활동하는모습을보고한국에서데뷔를꿈꾸는사람이정말많아졌다고해요。
자신이가장빛나는무대에서고싶다는꿈을위해서많이노력하는모습이정말멋있다는생각이들었어요저도좋은자극을받았습니다오늘의영상도재밌게보셨다면구독과좋아요도부탁드리고요영상봐주셔서감사합니다다음영상에서만나요바이바이